それでは、よとりおの先生、よろしくお願いいたします。まあ、仮学習会を組んでやるとどうなるのかということで、今回こういう学習会の企画を提案してみましたところ、意外と、やれという声が大きかったので、今日はやることにしました。で、テーマは第二次安倍政権の教育再生の本当の狙いと子どもの権利ということなんですが、まあ、この今日の話の内容というのは、第二次安倍政権の狙いを21世紀に入ってからの教育改革の流れの中に置いてみるということですね。で、その上で、実は、国家主義的、保守主義的色彩が強いように見えるんだけれども、狙いの本体はそこにあるのではなくて、新自由主義教育改革の再始動、あるいはその跳躍にこそあるということを話してみたいというふうに思います。で、本当の狙いというやや挑発的なタイトルをつけたことの理由は、世間に言われている国家主義とか保守主義的な教育内容介入というのは、実は全体の改革論の位置づけの中ではそれほど大きな位置を占めておらず、むしろ一番重要なのは、学校制度整備義務と学校制度への子どものアクセスを保障する国の義務を端的に後退させるところにあるのだということを今日は話したいというふうに思います。あんまり中身に突っ込んでいっちゃうとネタを最初にばらすことになるんですけども、彼らは本当の狙いを平成の学生改革というふうに言っておりまして、本当の狙いは学校を苦戦化してしまうというところにあるんだろうというふうに思えるということを今日はお話をしたいというふうに思っております。で、後ろに行きますが、20世紀末以降を一度ざっと振り返っておきたいというふうに思いまして、結構いろんなことがありまして、ここに書いてあるのは主要な法改正とか、あれ政府の動きをここで書いてあるわけですが、2000年末に教育改革国民会議が最終報告を出して17の提案をというものを出すわけですね。本当に世紀末に出されてるんですね、この報告は。で、その後新世紀に入ってから相当に勢いよく改革は進んでおります。で、2001年には義務教育標準法が改正されて、常勤教員定数を非常勤教員へ割り振りすることができるようになって、条件整備基準の、日本における教育条件整備基準では非常に未発達なんですけど、唯一福祉国家的なきちんとした基準としてあるのが教員定数だったんですけど、この部分についての崩しが始まったわけですね。で、その後に2004年に国立大学が法人化されたということと、それに合わせて小中高の小中の教員の給与が国家公務員準拠から条例主義へと変更しました。で、それ以前は小中の公立学校教員の給与っていうのは国家公務員準拠でしたので、非常にこう強い国家的規制がかかっていると同時に、国家的規制によってある程度の水準が守られていたんですけど、それが一気に条例で決めるということになってしまったがために、条例理科料にも上出し下出しができるようになってしまったということになるわけです。で、2004年段階ではそんなに大きな影響がすぐ出たわけではないんですけれども、ただ今じわじわと安い給与にするという動きが出てきているということですね。で、2006年には義務教育国庫負担法が改正されて、国庫負担割合が2分の1から3分の1に削減されてしまって、国家の側、中央政府の側の財政負担が一応削減されるということになったわけですね。で、もちろんこの裏では税源が、地方自治体に移譲されたということにはなってるんですけども、地方自治体の財政力とは全くこう違うので、税源移譲されても全く、2分の1から3分の1にカットされた分を補填できる自治体と補填できない自治体とが生まれてしまったということで、地方の間の格差が生まれると。で、その直後に実は新教育法というのが成立しているということになるわけですね。
ここで後で言います、あの教育振興基本計画体制というのが一応出来上がることになります。でここら辺から安倍政権の登場で、あの安倍はだから新教育法案の審議過程の途中で出てきて、それを成立させるんですよね。で翌年にいわゆる教育三法を成立させた上に全国確定を再開させます。で2007年4月から全国確定が再開されて、合わせて5月の成立した法律ですかによって免許更新制度が導入されて、教育職が創価される。これまでは校長、教頭、教諭の3つの層しかなかったのが、校長、副校長、教頭、主幹、指導、あと教諭という形で6層になってるんですよね。結構やっぱりこれ大きな変更で、並べ蓋組織だった学校が一気に改装化すると。でその後2009年に民主党政権が成立するとですね、ここからと少し雰囲気が違ってくるんですけども、高校授業料無償化法というのが通り、2011年には35人以下学級が一応できますけども、その代わり35人という基準は規制力のある基準というより、標準という形になってしまって、逆に35人以上学級も可能になったというのがこの時の改正なんですね。でさらに民主党の時は全国確定が失敗から抽出へ変更されていて、確かに民主党の時に少し匂いが変わってくるんですが、そのことについてもうちょっと後で喋ります。で2011年に 3.11 が起きて、その後野田政権が関東野田が迷走を始め、で結局2012年安倍政権が発足するわけですが、学定が再び失敗防止系と変わるということになります。でこの年表をどう読むかっていうのは結構面白い作業で、一応僕はこの10年間ぐらいに起きたことを一応新自由主義教育改革というキーターンで理解しようとしています。一応私は新自由主義教育改革を目的と手法に分けて一応整理しております。で目的は経済労働力政策や教育政策を徹底的に従属させていくと。で労働力政策っていうのは、要するに産業構造に合わせて労働力の構成を変えていくという政策なんですけれども、近年の政策で非常にはっきりしているのが、第一次第二産業を放棄してしまうと。その代わり第三次産業に重点を置くというふうには言ってくれるんですけども、ただその第三次産業の中身をよく見てみると非常に狭く構成されていると。でどんな文章を読んでも、国籍企業の本社事業と娯楽と飲食で第三次産業がほぼ尽きてまして、本社事業の周りにコンピューターサプライヤーとか、あの手のこう本社支援事業っていうものがこれに加わるぐらいで、非常に第三次産業の構成の仕方が薄いんですね。で分かるように、これは後でまたポイントになるんですけども、福祉とか教育とか医療とか、その部分が第三次産業の主要部分として認識されてないっていうのが非常に面白いところなので、でこれはこういう労働力政策からいくと、今ある公教育っていうのは非常に重装備でお金がかかりすぎるので、それをなんとかしてダウンサイジング、つまり縮小化したいという要請が働くわけですね。で特に日本の公教育っていうのは、少なくとも1980年代中盤まではですね、一応フルセットの国民経済を前提にして作られている非常に重装備の公教育で、つまり普通科高校から農業、工業、商業全部フルセットで揃ってて、でそれがこう各地に大展開すると。で逆の果てには高等専門学校まであってっていう、そういう公教育だったんですけども、それをとにかく縮小したいという要求が働くと。でまあ、その際に第三次産業、狭く構成された第三次産業を担うエリートをできるだけ早く選別して、ノンエリートをできるだけ早く、ちょっと言葉にがきついかもしれないんですけども、あえて言いますと沈めていくという方向へと、こうだんだん公教育が変わっていくということになるわけですね。でこの目的を実現するための手法として、
で用いられているのが、まあ、経済学で開発された手法で、ここが非常に特徴的なんですね。でいくつか理論があるんですが、僕が主にというか一番重要だと思っている理論は2つあって、一つは新制度派経済学っていうんですけど、新しい制度の経済、新制度派経済学っていうんですけれども、名前は仰々しいんですけれど、非常に言ってることはシンプルで、経済史を紐解くと企業っていうか経済の発展にはある種の法則があると。でどういう法則かっていうと、企業を取り巻く環境が競争主義的になっていって、でそれに合わせて企業がトップダウン方式で階層化されればされるほど、企業は競争的環境の中で利益を上げるようになるっていう、こういう理論なんですね。でこれ経済史的にこれが正しいのかどうかっていうのは経済学の中でも大論争があって、これは結構面白いんですけども、まあ、これは今日喋りませんけど、例えば彼らは経済学で見出されたこの法則っていうのが正しい以上は、これに従って全ての制度を再構成すべきだというふうに主張するわけですよね。だから教育について言うと、学校を競争的環境の中に置いて、で学校をピラミッド型に構成すればするほど学校のパフォーマンスは上がるはずだという、こういう論理になるんですよね。で、まあ、この競争的環境と、この環境って言葉は覚えておいていただきたいんですが、これは新制度派経済学のキーワードで、常に環境、環境、環境っていうんですけども、これは我々が考えるような自然環境とかですね、人間的環境とかそういうものじゃなくて、端的にこう競争という意味なんですね。であともう一つは理論は主人代理人理論と言われているもので、これは財布の紐を握っている側が、要するになぜ自分からお金をもらったやつが自分の言うことを聞かないのかという、こういう問題から発展した経済学理論なんですね。つまり本来であればお金をもらってるわけだから、お金をもらった側がお金を払った側のことを言うことを聞くにもかかわらず、なぜ聞かないのかっていう、こういうことを考えた理論がこの主人代理人理論と言われているもので、で彼らはいろいろ考えるんですけど、要するに財布の紐を握ってる側を例えば雇用者として、お金をもらう側を労働者っていうふうにして考えればこれはいいんですけども、要するに労働者の側が労働内容についての情報をよりよく知っているので、経営者側の知らないところでうまくサボってしまう。でこれが一つこういった問題が起きる理由だと。でもう一つは労働者っていうのはできるだけ楽をして、できるだけ多くの給料をもらおうとしか考えていない非常に利己的な人間なので、主人つまり雇用者の側がいくら高尚な目的を持ったとしても、労働者の側はそれを理解できない、あるいは内面化できない、だから労働者は言うことを聞かないんだという、こういうふうに議論を展開して、でこの2つの原因を除去するために何が必要かということを考えたが、結局出てきた結論がスタンダード、つまり労働内容を徹底して標準化してしまうということと、でそれに基づいてどれぐらい労働しているかを評価するということと、でついでに労働者の間の競争を組織するということと、で最後にスタンダードをどれぐらい到達実現できたかに応じて賞罰を与えたりと、でこの4つの手法を駆使さえすれば、労働者は雇用者の言うことを聞くようになるんだという、こういう議論なんですね。で非常にご都合主義的だと思われるかもしれないんですけど、非常にご都合主義的な議論で、まあ、よくもまあこういう議論を考えつくなと思うぐらい非常に冷酷だっていうか非人間的な議論なんですね。で横のページでいくと、この改革の手法を理解していただくために、これは2001年に2001年っていうと あれがあったじゃないですか、第2回のあれは審査は2001年の1月かなんかでしたよね。で国連2001年じゃなかったでしたっけ、
2004年ですね。2004年の1月かなんかなって、その3ヶ月後に僕は2ヶ月なんだっけ、ミシガンに行っちゃってるんですけど、ミシガン大学で海外で研究した時に、その新自由主義を支えるロジックっていうのは、理論ってどういうものがあるんだろうっていうことを真面目に多少探索してたところ、1985年に出たこの本が出てきたんですね。で、Principles and Agents っていう本で、副題が Structure of Business っていう、その主人と代理人、ビジネスの構造という、こういう議論、本で、で、その表紙が非常に象徴的で、上にいるパペットの人形が、下にいるちっちゃなパペットの人形を糸で操ってる。で、これがストラクチャーオブビジネスだということ で、ここについてる4つの紐が、さっき言ったスタンダードと評価と競争と昇格と、で、これによって完全に相手をコントロールできるんだっていう、こういう議論なんですね。で、基本的には新自由主義教育改革のロジックっていうのは、この本を元にして大体全てが出来上がってて、よく最近日本で紹介される、なんか一人の子供も落ちこぼさせない法ですか、アメリカ連邦法の ACLB っていうやつは、基本的にはこれの考え方に基づいて出来上がってて、モーという非常に有名な経済学者がいるんですけど、彼なんかは NCLB は端的に PA セオリー、主人代理人理論を具体化したものだというふうにはっきり書くんですよ、論文で。でその方はでも15年ぐらい前に何て書いたのかっていうと、市場こそが万能薬だと。で、全てを自由化して市場化すれば何もかもうまくなるので、学校も全部バウチャーにして私立にしてしまえばいいって言ってた人が、いきなり2000年21世紀に入ると、いや実はこういう議論の方がいいんですよっていうふうに乗り換えていくと。でもなんか完全な市場主義者がいきなり完全な統制主義者にバッと変わっていくっていうのがあって、でそれを支えているのがこの議論なんですね。で以上の、理論を頭の中に入れて、安倍第一政権で起きたことをもう一度整理してみますと、実は保守主義のように見えるんですけども、むしろ司法を法制的に確立したところにその意義があったんだっていうことが分かります。で、ちょっと保守主義をめぐる議論についてはちょっと批判気味というのでもこう飛ばしますが、後ろの、もう一枚めくっていただくと、第一次政権下に確立した手法を一応こう整理してあります。で、要するにスタンダードについては2007年の学校教育法改正で非常に詳細な教育目的というか特目が学校教育法に規定された後、あるいは学力観が規定された後、その後に学習指導要領が改定されたわけですけども、教育課程に関する基準をはるかに超えて非常に詳細なもの、あるいは全面的なものに変わりました。で、評価について言うと、端的に学定が失敗方式で、再開されたと同時に、安倍政権以前から、教員評価制度が、新しく導入されて強化されると。で、同時に学校評価制度も、学校設置基準を、2004年か2001年に作って、その中で各学校に学校評価を義務付けるってい いうこともやってました。で、競争はこれはいじめを理由にした、なんていうかいじめ回避型の学校選択制度の導入っていうのは20世紀末から始まってるんですけれども、21世紀に入ると、特に東京都を中心にして、学校選択制度、つまり小学校、中学校、小学生じゃなくて中学生にしてしまって、いくつかのこう学校を選択できるようにしたっていうことがあるわけですね。で懲罰としては、学校統廃合というのがまたこれありまして、で昇進というのもあると。で、例えば23区中17区、独自の学定と、学校統廃合基準と学校選択制の3点セットを持ってたのが23区中17区あったのが、2007年段階でもうあったんですね。で、要するに新世紀に入ってから東京都の23区では、
そういうふうに今言った3点セットが一気に拡大して17区まで増えてきたってことになるんですね。でだから当時のだから東京都の学校の先生って結構大変で学定東京都独自の学定やって学校ごとに成績公表されるわ学校選択制度はあるわ挙句の果てに学校統廃合基準もあって生徒が集まらないと地域から学校がなくなるっていうそういう危機感の中で先生たちは働かされてたんですね。でさらにこれは上の4つはさっき言った主人代理論との関連で整理できるところで、もう一つ新世代経済学との関係でいくと学校の階層化というのが端的に入りでさらに言ってしまうと階層化と表と表裏一体なんですけども教師が脱専門化されていくっていうふうに言いましたけど書いてありますが要するに専門家じゃなくならされていくと特に決定的にポイントだったのが教員免許更新制度の導入で30時間の講習を切ると次10年間に必要とされている新しい知識とテクを要するに獲得できるっていうのが制度の建前なんですけども誰がその知識を提供するかっていうと大学の先生なんですよね。だけど専門家が専門家である最大の理由は自分たちで共同して新しいテクとか新しい知識を獲得できるっていうのが専門家の専門家である一番大きなゆえんでそういう意味では教員免許更新制度というのはなんか教師の専門性の中心部分に対して非常に大きなダメージを与えていることは間違いなくてで実際免許更新講師制度やってあれ2008年から入るのかな入るんですが初年度は結構大変で僕もやったんですけど僕は150人ぐらいのクラスでやったんですが全員コンビニの前でうんこ座りしている不良の目をしているんですよね。でお前やるのか俺たちのこと免許取り上げるのかみたいなこんな感じでこうこっちのことを睨みつけていまして、うん、である先生は300人のクラスを持たされたんですけど非常に話がうまい人で非常に面白い話をする人なんだけど結局3時間講義やって一つの目も目の中にある氷は溶けなかったって言ってましたね。つまりあんなに辛い授業をしたのは生まれて初めてだったって言ってで僕も結構そこは聞いてたので注意していったんですけどまあものすごい雰囲気でしたね。なんかほとんどだから弁護士がなんかいきなりよくわかんない人に法律の専門家でもない人にいきなりこう免許更新制度で30時間の講習を義務付けられているようなものであれは相当に屈辱的だったんだろうと思うんですね。であと以上の全てをフォーカスするというかこの計画作りを作る体制としてこの教育法が全面改正されてその時に教育振興基本計画体制が導入されたということになるわけですね。で決してこの教育法は深刻化主義で振興基本計画の中には日の丸決めを何パーセントにするかとかそういうことが書かれることになるに決まってるんだって話があったんですけどそんなことは全然なくてこの手のものをどうやってこうシステマティックに整備していくかってことをあそこでやるっていうことになってて実際そういうことをやってるんですよね。そういう意味でやっぱり教育法改正っていうのは特目がいっぱい規定されたんですけど、まあ、本質的にはやっぱり新自由主義だったんだっていうふうに理解すべきなんだろうなとやっぱり今でも思っています。で問題はこういう改革についてなんですけども一体何が問題なのかということなんですが目的と手法それぞれにやっぱり大きな問題点を抱えてます。で改革 の目的の欠陥なんですけども労働力政策が非常に狭いのでグローバルエリート以外の子どもたちに対する眼差しが圧倒的に弱くなると。でグローバルエリートって一体何のことを言うのかっていまだに僕はよく分からなくてですね例えば山添氏はグローバルエリートなのかとかですねじゃあ僕はグローバルエリートなのかですね福田先生はグローバルエリートだったのかとかですねよく分からないんですよね概念としては。まあ多分多国籍企業で働いてコンピューターの目の前に座っていつも取引やってるような人はグローバルエリートなんだろうけどそれ以外についてはよく分からないんですけどまあそれはちょっとぐちゃぐちゃやめて。で一番大きなポイントはその裏にいるその地域で生まれて育って生きる子どもたちへの眼差しがやっぱ圧倒的に弱くなる。だけど改めて言いますけど地方国立大学にいるとグローバルエリートなんて全く関係ないわけですよね。眼中にないと我々の頭の中には
眼中にあるのは全く違う子どもたちで、全く違う子どもたちの将来を我々イメージしながら教育やってるわけで、ここはもう、やっぱり大きなその現実とのズレがあるということで、でこの部分をどう克服するかが今の課題になっていることは後で喋ります。で改革の欠陥ですが、で地方が結構やっぱり欠陥が多いと。で一つはもともと優れた教育がどのような姿をしているのかとか、そういうことの分析から生まれたロジックではないわけですよね。あの PM 新制度経済学でやってる本人たちが本当にこれで教育が良くなるのかどうかっていう確信を持てないっていうところが結構この改革にとっては致命的で、本来であれば官僚とか役人が最後まで担い手になって政策をやりきるべきなんですけど、これはやりきれないっていうところがあるんですよね。だから意外とこうこの改革について言うと批判に弱いっていう特徴があって、住民運動がちゃんと下にあって進めている役人とか官僚に対してこれで教育はなぜ良くなるのかっていう疑問をですね、質問を連発すると、次第に役人の側が前に進めなくなるっていう、その代わり前に進める役人として最後に残るのははっきり言って狂気の人なんですよね。もう全く何も考えないで、ね、やるからやるんだって言ってもやっちゃうっていう。だからそういう人たちのビデオとか何本か見たんですけど、まあすごいですよね。全然違うって、同じ人間とは思えないぐらいこう狂気で前にするような人たちだけがここに残っていくんですけど、多くの場合は支えきれずにこう脱落していくっていうのがこの改革の一つのポイントなんですよね。でもう一つは残酷すぎるっていうのがもうこの手法、改革の手法のポイントで、例えば品川23区 の不登校のデータを出したんですけども、ピーク時がだいたい97年ぐらいになって、そのピーク時と今の水準とこう比較したんですね。でピーク時に不登校が多い地域っていうのは足立とか墨田とかいわゆる貧困地域に多いんですけれども、むしろ今は足立とか墨田が過去ほどは多くないと。要するに多分学校の先生たちが頑張って不登校をこう食い止めてるんだと思うんですけど、逆に多くなってかつてよりも、逆に上の方にランクアップしてかつてよりもかつてのピークよりもでかくなっている区というのがあるんですが、それが品川と新宿と杉並なんです。で新宿はあまり有名じゃないんですけど、これ隠れた新自由主義改革区でガンガン学校選択と学校統廃をやり尽くして、そしたら統廃後の学校で不登校がガンガン起きるっていう大変なところだったんですよね。で結局新自由主義をやればやるほど子どもたちからの反抗が非常に強くなるっていうのが特徴なんですよね。でこれがかつては全然この手の問題で悩まなかったはずの品川とか新宿とか杉並にこういう問題を起こしちゃってるって、ここは非常にはっきりしてるんですね、データ見ると。でさらに言っちゃうと、地域から学校がドボッとなくなることが地域にとってはもう致命的だったのは火を見るより明らかで、要するにもう若い夫婦がその地域に来なくなっちゃうんですよね。そしたら一気に老齢化してしまってその地域全体が落ちてしまうっていうことになるんですが、これ東京都で学校選択制度について早い段階で導入したのが江東区があるんですけども、実は一番早い段階で見直したのも江東区なんですよね。で理由は豊岡八幡宮の学区の中に抱えている学校があるんですけど、それが学校選択制の下で人気がなくて隣の学区に行っちゃうんですよ。でところが地域の祭りっていうのは子ども会が中心なんだ、うん、ところが子ども会は誰が組織するかっていうと学区の小学校で組織されるんですよ。そうすると豊岡八幡宮 のある学区に住んでる子どもたちが隣の学校に行ってしまうと隣の学校の子ども会に行ってしまうので祭りを担う子ども会にはいないんですよ。 でその様子を見た豊岡八幡宮のあたりの出身の自民党の保守の区議がボスがですね、これでは祭りはできないっていうふうに一言言って学校選択制の見直しが始まるっていうことで、だから地域にとっても実は非常に残酷すぎて自民党の保守でもちょっと許容できないぐらいのものなんですね。で3番目には教師に対する徹底的な不信感に基づいて
これはできてるわけですね。つまり教師はいかに楽して給与を上げることしか考えてないと。で、そういう連中だからもう縛んなきゃいけないんだっていうことで全ての政策が出来上がってるので、教師の側がそれを受け止めた時になんでこんなことをしてなくてはいけないのかっていうトロー感をどんどん蓄積させていくっていうのが一つの特徴なんですよね。学校評価も教員の自己評価も何もかも彼らにとってみればなぜこれをやらなきゃいけないのかわからないんだけどやらされると、そこでこう非常に大きな、なんとかやる気をこう阻害されていくってことになっていって、で、この教師の部分がどういうこう反抗をしてどういうふうにものをこう直していったのかまだわからないんですけど、それでもここの部分が今ダメージが進行中だということなんですね。で改革の目的と手法両方にこういう相当大きな欠陥を抱えておりますので、だから改革っていうのはジグザグにしか進行しないっていうところがあります。で、これは結構この部分が重要だと思ってて、先ほど20世紀末以降ざっと振り返ると言って法改正の内容をずっと見てきたんですけど、これだけ見ると新自由主義教育改革はほぼなんていうか連戦連勝で何も停滞とかあるいはこう挫折を経験してないように見えるんですけども、決してそうではないっていうのが僕の理解なんですね。で2000年以降に、新自由主義教育改革が進展するわけですけども、大きく分けて3つの部分で進展しているわけですね。で、1つは学定の実施による競争的環境が創出できたと。で、2番目は学校を体制化して校長権限も強化できたと。で、第3番目は教育条件に関する全国的最低基準もメルトダウンできたと。崩壊、完全になくすことはできませんでしたけども、相当に弱くすることはできたんですけれども、しかし民主党政権の登場と大体機を一転しているんですが、東京都でも大体停滞が始まるのが、石原の第3期目なんですね。99年にあれしているのは2007年以降東京都で停滞が始まってしまって、改革が前に一歩も進まなくなってしまったんですね。で、それ非常に面白いのは東京都では改革の2003年ぐらいから始まるんですけど、改革の初期の段階で高校進学率が今東京都だと98ぐらいあるんですけども、東京都教育委員会で課長がですね、今年も計画進学率通り高校に進学しましたというふうに勇ましく報告したにもかかわらず、東京都の教育委員会の委員がなんで 98% も高校に行かなきゃいけないのかって言って、もう 80% ぐらいで十分じゃないのかっていう、こういう発言をしたんですよね。あれは非常に新自由主義の本音が出た発言で、で彼らからしてみると、だから高校進学率の上昇なんていうのは意味がなくて、あるいはもう 98% もあるから意味なくて、どん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 減らしていってくれてたほうがいいっていうふうに思ってたんですよね。でところが2007年以降新自由主義教育改革がなかなか進まなくなってきて、段階でいきなり東京都の教育委員会が新しく立てた政策は全ての高校で学力を向上させるという、そういう政策で大転換してしまって、明らかにこう途中でダウンサイジングっていう当初の目的を放棄しちゃうんですね。でだから東京都の運動っていうのは非常になんとか連携も取れてない地域の単発型の運動で、学童愛護反対とか学定反対とか、あるいは都競争を中心とするような禁票反対とか、ああいうこう全く連携の取れてないこう運動があちこちにこうやってたんですけど、それぐらいでも東京都では2007年ぐらいからこう停滞が始まっちゃってたんですよね。で結局2009年の民主党政権の成立っていうのは、いや大雑把に言うとやっぱり福祉国家的な要求を食い取って彼らは勝ったという側面はやっぱり否定できないと。でそのことがあって2009年以降では実は停滞が始まるんですね。で本当は高校授業料無償化は鈴木官邸東京都の参議院の彼がいるじゃないですか、彼は端的に言ってバウチャー制度にしたかったんですね。つまり親に直接金券を渡すと、
で親が学校に同付するというそういう形にしたかったんですね。でところが法案の準備過程の中でさすがに反対が出て高校授業料についてはもう実質無償化しちゃうという形で対応しちゃうわけですね。でさらにクラスサイズもとりあえずはとりあえずと両面あるんですけども表向きは縮小するという形になっているという形になってまして2009年以降はちょっとここ表裏があってですね両面をきちんと丁寧に見ないと断定的にものは言えないんですけどもただその両面が生まれたっていうところはやっぱり2009年以降の一つの大きな特徴なんですね。でさらに東京都における改革が、停滞してですねで2011年の1月段階で石原がインタビューを受けてやり残したことは何だったんですかっていうふうに聞かれた時に破壊的教育改革ができなかったっていうふうに言ったんですよね。でその言葉を捉えて石原はなんと不定やつだという意見もあったんですけどむしろ僕は彼は本当に自分の手を持ってしても新自主教育改革ってのはできなかったっていうことを正直に言ったんだっていうのが僕の発言の理解なんですね。でだからこそ実は2011年の5月から大阪で新しい動きが始まると。で大阪の不条例案と市条例案ですかが出てきたのはその2011年の5月なんですよね。つまり石原が単なる白旗あげたような発言をした直後にいきなりこう大阪の方で新自主教育が始まったっていうのが実際のところ でおそらくはだから東京都でできなかったことを次は大阪でやろうっていうのが大きな図としてあってでそれで橋本がこう急浮上したと。で僕は大阪の運動は結構強かったのでこのまま大阪で潰れてくれるのかと思いきや、彼らは全国選挙で勝っちゃう、国政選挙で勝ってしまって、で国政に進出してしまうわけですよね。でそういう意味でここはもう全然僕なんかのなんていうんですかね、予測を超えたはるかにでかい政治的な動きで、いきなりこう国政段階からトップダウン方式で。新自主教育改革が進むということが可能になってしまったんですね。でその上で次のページに行きますけど、で第二次安倍政権が、去年の9月でしたっけ12月にできるんですね。何月でしたっけ12月にできるんですけども、実は安倍政権ができる前から自民党内ではすでに再始動プランというのが出来上がってたんですね。で彼らは多分3.11 の前のからの完成点の迷走ぶりを見てもう自分たちが次に政権が取れるという確信を持った上で多分もう作戦を練り始めたんだと思うんですね。で2つ重要な文書があって1つは、自民党憲法改正案新26条の3項と言われているので、2012年の4月に公表されているものですけども、1項2項は現在のものと同じなんですね。で3項を新しく加えて、国は教育が国の未来を切り開く上で欠くことのできないものであることに鑑み教育環境の整備に努めなければならない。つまりここではその国の未来といった場合に、これが一般的な国なのかそれとも国の経済発展なのかっていうのは多少議論があると思うんですけど、今の文脈の中ではこれは明らかに国の経済発展ということだと思いますし、でそうすると国の経済発展を担う人材を育成するという目的を参考に書き込むと同時にその方法として教育環境整備する、それ環境整備するということですので競争的環境を創始するということを書き込んでるわけですね。で通常であればこれ教育条件の整備だと思うんですよね。ちゃんとこうやろうとするのであればこれで教育条件じゃなくて教育環境っていうこの一言が入ってるのは結構重要 で大阪府条例にも同じ言葉が使ってあって教育環境って言って、でそれはだから競争的環境のことなんだよっていうふうに大阪府の人に言ったらそれでなんかようやく分かったみたいなことを言ってた時期があったんですけど、この環境って言葉は本当にこう明らかにこう新世代経済学のこう言葉を完全にこう使いながらここで組み込んでいる言葉だというのを思うんですね。でその上でだから
憲法改正案ですか、全体を見るとあからさまな新国家主義と新法主義で埋め付けされているんですけれども、あの非常に新自由主義的だと思われるのが26条3項なんですね。でなので僕はあのちょっと言い過ぎかな、あの新国家主義という巻き絵を全部改正案の中に巻き込んで、本当はここがやりたいところを あえて塗り壁で見えなくしてるっていうのが僕の理解 で逆に言うと僕は26条の3項こそが実は彼らのやりたいことなんじゃないかっていう気がしてしょうがないんですよね。でこの3項があることによって、せっかく26条1項2項で教育を権利として認めたことの意味が全く台無しになって、結局あの公教育というのは国策のためにあるっていう位置づけに大転換したんですよね。だから実はこれは26条1項2項廃止論に限りなく近いっていうのがあの私の理解です。でその上で11月21日に教育再生実行本部の中間取りまとめというのが出ます。で、これはよくあんまりきちんとみんな分析してくれてないんですけども、これの一丁目一番地は子どもの成長に応じた柔軟な教育システムへということです。で、2012年の11月 の自民党のプランというのは、そのあれでいきますと大体8つぐらいの柱からできてるんですね。で、柔軟な教育システムへ、大学入試改革の抜本改革、大学の質量面の充実強化で、教育委員会 で同じような教育委員会で、いじめで、次に7番目にようやく出てくるのが日本の伝統文化なんですよ。だから決して彼らの一丁目一番地は最初からあるわけじゃないで、ここを読み取ると理解しておくことが結構重要で、結局7番目ですからまあまあっていうことなんですよ。で、8番目には教師を養成するって書いてあるんですけど、まあだから一番重要なのは彼らにとって言うとあれなんですよ、教育制度改革、学校だけ改革なんですね。で、その一本一番ピースのところをもう少し詳しく見ていきますと、次のところに書いてあるところですけども、まあ、現在の単線型ではなく多様な選択肢、複線型を可能とするために6334制の見直しにより平成の学生大改革を行う、こう言ってるんですよ。で、幼稚園保育所認定子ども園を活用して5歳児教育を義務教育化する。だ多分だから633のあれをだから9年間の義務教育を10年間にするつもりだと思うんですね。 で今小中一貫校が出てきて流行りなのが432なんです。今の部分は小学校4年までが1つと、次の小学校5年から、中学校1年までが1つと、中学校2年3年を1つにすると。で、小学校4年終了時に能力テストをやって、小学校5年から中1までの間を能力別に再編すると。で、中2中3は、完全に守ってこうなんていうか、エリート、ノンエリートでこう完全に分けてしまうっていうのが小中一貫校で考えられていることなんですけど、まあそれを432をだから532ぐらいにしたいんじゃないかと思うんですよね、この議論は。で、しかもすごいのが、高校在学中も何度も調整できる達成度テストの創設などを行い、大学入試を大幅に変えるということなんですけども、これは日本版バカロレア構想でいうものがありまして、高校卒業認定試験等の大学入学試験受験資格認定制度を卒業資格以外に設けるっていう構想なんですよね。つまり高校の卒業証書は持ってても大学入試を受ける資格がない子どもたちが生まれるっていう、こういう構想なんですね、ここは。で、それを要するに到達度テストでやってしまうと。で、今後で言いますけど、出てきてるのは、高校2年生から何度も受けれる年4回ぐらいある科目別のテスト、で例えばだから日本史とか何とかって科目別があって、でそれぞれ受けるって合格点に達するとそれは終了して
で大学入試資格が生まれるってこういうのをやろうとしてるんですよね。でこれは相当に危険な発想で、あの正直言ってあのここの到達度テストとか受験資格テストでハードルを上げるとあっという間に大学進学率下がる。今大学進学率 50% 超えてますけど、多分私学のこう、まあ、あまり言い方は良くないんですけど下の方の大学では多分高卒の学力認定試験をやった時に多分ほとんど大学に行けないという点数しか取れないと思うんですよね。でこれはあの結構あの大きな改革になるというふうに思ってます。だからこれあの3、4の部分ですか、6、3の部分は5、3、2ぐらいにするんですけど、3、4の部分があのなんていうか大学の門が相当に狭くなるっていうのがポイントで、あの3の後の4が本当は何なのかっていうのが一つ大きなポイントになるんですね。で何が起きるのかということですけども、学校体系が不尊化するか、あるいは大学教育が狭き門化すると。でおそらくこれはあの大学を制して、まあ、小中高校教育の質を変えていこうと思ってると思うんですけど、あのおそらく彼らが考えているのは大学を縮小して専門学校を拡大するということだというふうに思います。でもうあの専門学校の方が金儲けもしやすいですし、あの非常にペラペラな教育で非常に高い学費を取れるのが専門学校の特徴なので、あのそういうところで教育産業が再び発展していくということは十分考えられるし、そのことを考えたよりもこういう議論だと思っているんですね。で日本であの大学進学率が向上する以上に、あの専修学校の進学率が向上した県って唯一あって、まあ、新潟なんですよ。で NSG というあのなんていうかグループが全県に専門学校専修学校を作ってて、で古町っていうあの新潟駅前のこう繁華街があるんですけど、 NSG の悪口を言うと古町から生きて帰ることはできないというふうに言われてて、あのほとんどもう NSG 県は今古町でもうタブーだって言われてるんですよ。多分それがイメージなんだろうっていうふうに思うんです。であとそれに合わせて高校教育を多様化していくということで、で、まああのまあ、能力別選抜がどんどんあの細かくやられていくということで、結果あの先ほど大学力の強化ということも書いてあって、だからエリートが行く大学は金を投下して、ノンエリートが行く、まあ、専修学校は私費で負担していただこうというのが基本的な考え方になるんだろうと思います。で安倍政権以降の進捗状況ですけども、担い手は教育再生実行会議で首相の諮問機関として13年1月から発足したものですけども、この会議は早いですね、もう強烈に早いので、よほど自民党内ですでにこうなんていうか、あの下案がうまく練れた形でできてるんだろうというふうに思います。で2月にいじめ問題等への対応についてで、ね、あって、次に教育人材制度の在り方は第2提言で、で大学教育等の在り方について第3次制限という形になってまして、ここで到達度試験が提唱されているわけで、着々と前に進んでいるということですね。でなのであの今度の選挙であの自民党が相当に強く勝ってしまうと、まあ、あの教育再生実行会議を中心とする改革プラン作りのスピードはますますアップしていって、ちょっとますます大変な状況に入るんだろうってことはというふうに思います。で正直言って思ったあの想像以上にこれあの早かったですね。この5月にこれが出るっていうふうに僕はちょっと思ってなくて、参議院選挙の後だろうというふうに思ってたんですが、あの早いですね。で問題はこの平成の学生大改革についてなんですけど、これ何が問題なのかということなんですけど、あの一つはあの第3回最終所見で、71パラグラフであの学校システム全体の見直しという例の途方もないあの勧告が入ってたんですけども、うん、今の状況から考えるとなんと適切な勧告だったんだろうというのを
思うんですね。で71読む と、学力的な優秀性と子ども中心の能力形成を結合し、かつ、競争主義的な環境を満たす否定的な結果を避けることを目的として大学を含む学校システム全体を見直すというふうに言ってるわけですね。つまりここに書かれてあるのは学力形成のやり方を変えながら、要するに学力的な優秀性を維持すると、あるいは学力的な優秀性の到達達成の仕方を変えてみて、とはどうかということと、もう一つは、学校システム全体を見直すことでの競争主義的な環境の緩和と、この2つを71パラグラフが言ってて、クラップマンには申し訳ないんですけど、いやこれ非常に眼蓄があるなというふうに今の段階で非常に思ってまして、それは後でもう少し喋ります。でこのことと基本的には、矛盾しているということが一つの問題点と、もう一つの問題点はここはいろいろ議論があって今日ぜひとも議論してほしいと思うんですけど、1990年のバブル崩壊以降の親の切ない願いに基づく、私的努力の成果と正面衝突してしまうというのが問題点の第2です。で、東京都における親の抵抗というふうにここに書いてありますが、コピーライト加わる行為さって書いたんですけど、2010年の10月過ぎ以来から東京都をどうするかでこのデータをよく郡さんとか松本さんとか吉羽さんにして、これどういうふうに見るかってこうやって議論してたんですけども、郡さんがなんか新自由主義に親は全くこう頓着のようだけどこういう抵抗の仕方をするんですねって一言があって、それがものすごい印象的で、その後よく使わせても無断で借用させてもらってるんですけど、でパワポの最悪のところはこの手のあれがさ全然きれいに出ないんだね。でしょうがないので一番後ろのページにこれをちゃんとしたやつを後ろにこういう感じでたこれ、ね、でこれが非常に切ない統計データで、その一番右上に右肩上がり一番上に行ってるのが東京都の全体の日本大の進学率なんですよね。だから東京都全体で見ると4大の進学率は 60% 超えてるんですよ。で次に2番目の高いグラフっていうのは都立高校の4大の進学率で、これは 50% 弱なんですけど、これ多分浪人生を入れるともっと上がると思うんですよね。で、それはまあいいとして、つまり私立と都立を合わせると 60% ぐらいの子どもたちが4大に行ってるんですよね。で都立が 50% 以下なので東京都の場合に私立高校に行ってしまうと多分80から90は4台行っちゃうんですよ。そういう世界に入ってるんですよね。でこの4台進学率の上昇はいつから起きてるかっていうと、非常にこれ面白くて91年から起きてるんですよね。ちょうどバブルが弾けたあたりから4台進学率がギャーッと上がっていくと、でももうこれはものすごいもう強いトレンドで、で逆に下げてるのは何なのかっていうと中退率なんですよね。でみんなこうできるだけ学校制度の中にとどまっていると同時にできるだけ上に行くっていうトレンドがバブル経済崩壊後生まれてしまったというのがこの図が示していることで、で新自由主義の本来の目的から見るとこの図はあってはならない図なわけですよね。むしろ四大進学率も今度ある年度以降右肩下がりにならなきゃいけないし、だけどでおそらくあいつは石原は2003年以降このトレンドと戦おうと思ったんですよ。だけど東京都では全く相手にならないんですよね。つまり親が私的努力を重ねてなんとか子供のために四大卒業くらいはという形で大学に行かしちゃうんですよね。でこれが要するにその親っていうかまさにバラバラになって自分で何とかしなきゃいけない親たちがその新自由主義に対して示しているある種のこう抵抗の形なんですよね。でこれをどう評価するかっていうのが結構肝で、でその休憩図面に戻ると
これプラスマイナス両側面があるっていうふうに思ってて、あの一つはそのこの親の指摘努力をそのままあるじゃないかと言っておけばそれで世の中が良くなるわけではないということをやっぱり理解すべき、自覚すべきだと思うんですね。で、あの我々がこの間出した国連のデータではいじめ、校内暴力、登校拒否、自殺っていう教則的教育制度に対しての否定的なあのというか子どもの対応が2007年度前後に戦後最大化したっていうこういうデータを持ってったわけで、実は親のこういう実に切ない私的な努力の陰で実は子どもは追い詰められていったということを示しちゃってるんですよね。でさらに言ってしまうと、だからこれであの競争がさらに激しくなった時にみんながそんなことをやめろということになるかっていうと必ずしもそうではなくて、まあ、自分の子供さえ良ければっていう形でもますますこう私的努力による競争が強くなるのかもしれないということなんですね。で、あの僕自身は、むしろこれは、ごく自然に、ですね、もっと言うとあの大学全入制度を考えた方がいいっていうのは僕 の, あのこのトレンドを見た時の考え方で、みんな行きたい人はちゃんと行って勉強できればいいじゃないかと、もうそういうトレンドをこれは示しているというふうに見るべきで、むしろここに圧力をかけてこういう問題を起こしている方がおかしいというのがあの僕の意見なんですね。でも見直っているというふうに言われると、ただあのかつてあったのは高校全入運動で、それも要するに高校進学要求をどうやってこう権利化するかという運動で半ば成功し半ば失敗したということで、同じことが今4代を巡って起きているというのがあれなんですね。で、これ進学率 60% 超えたらあっという間に 80%、90% いきますから、これで日本教育学って全然大したことない学問なんですけど、唯一教育学の中で真理として根付いているのは一度上がった進学率は二度下がらない、誰も押しとどめられないっていう、そういうもんなんだっていうのがあれなんですね。だからここはものすごくまだ分析の必要なところで、僕もだから進学要求って一体どういうふうに考えればいいのかっていうのをもっと真面目に勉強したいんですが、まあ、でその上であのこれを権利として考え直すとするとどういうふうになるのかなっていうのが、なんか一つ我々に課せられている課題なんだろうというふうに思うんですけどね。でそこであの教育に関する権利の4つの層ということであの書いてきましたが、なんかやっぱり教育が権利とか人権であるってことについて考えると大体4つぐらいのことをこう区分して考えなきゃいけないのかなっていうふうに最近あの思うようになってるんですね。一つはその教育が人権であるということを踏まえた時に公教育の目的はどうなるのかっていうことで、それは公民教育でも人材育成でもない人間教育、つまり人間を人間たらしめるための教育が公教育の目的になっていると。でそれが教育が人権であることに対応した公教育の在り方なんだということは言えると思うんですね。で、この部分が結構あの基本となる部分 で、その上で人間教育を実現しようと思った場合に大体3つぐらいの権利があって、教育への権利と教育からの権利と教育の受ける権利で、教育への権利っていうのは学校制度整備を国に要求して学校制度に実際にアクセスする権利のことで、教育からの権利っていうのは、まあ、一部公共の一部拒否の権利だったり、私学を選択する自由だったりっていうことだと思うんですね。でさらに最後になるのは教育における権利ということで、実際に学校に行った時に子どもの意見表明権を保障され、学習権を保障され、でそれを2つの権利をきちんと保障できるように教師が教育の自由を享受しているという、こういうことがこうあって、全体として教育に関する権利が従前に成立するんだろうというふうに思うんですけども、あのそういうふうに考えた時に国が制度整備すべき学校制度ってのはどこに焦点づけられるのかということをもう一回目的に照らして考えなきゃいけないっていうのが一つのポイントだと思ってるんですね。でこれも言い過ぎなのかもしれないんですけど、グローバルエリートのための教育は家庭の主力で自己責任で勝手にやってもらっていいんじゃねえのかと、それは僕は公教育の課題じゃないんじゃないかと実は思ってるんですね。つ
まりそんなものはほっといてもお金持ちの子はやるし、企業はどっかの学校を作って勝手にやってくれるわけだから、それは勝手にやってもらえなくて、あのそれを公教育の学校制度の焦点にするっていうのは基本的に間違ってるんじゃないのかっていうのは僕の考えとなんですね。で、圧倒的に多くの子どもたちっていうのは地域に生まれて地域に育って地域に生きる、でこれに十分応答できる学校制度にするっていうことがやっぱり公教育の目的に照らすとやっぱり大事的なことになるんじゃないのかと思うんですね。で、ここはうんと経験的な話ですけど、新潟大学の学生の9割は青森、秋田、山形、新潟、富山なんですよね。で、しかも出身県に帰ってしまいまして、グローバルエリートになるようなことは一切ないんですよ。で、グローバルエリートになるのは 5% もいないんですよね。あのもしあの六本木ヒルズ のこう超高級なこうオフィスで仕事をして英語喋ってる子がグローバルエリートにすると、うちの学生 5% いないんですよ。で、うちのトップエリートは何どこ行くかって BSN とかテニーとかですね、地方のローカル局に行くのがせいぜいなんですよね、正直言うと。で、じゃあ一体じゃあ僕はあの大学のために何のためにいるのかって問題になるんですけども、あの要するに一緒に閉じた回路の中で生きていく子どもたちがいるわけですよね、生まれ育って。でそういう子たちがローカルに生きていく子どもたちについて我々がユニバーサルな知識を与えて、でユニバーサルな知識を持っている人間がローカルの水準を上げていくと、そういう意味でだからユニバーサルなものとローカルなものの接点としてやっぱり地方国立大学があるはずで、それは堂々とあの地方の子どもの権利に対応する教育制度だといって何が悪いっていうのは僕の強烈な実感なんですよ。全然ね、本来六本木ヒルズで働くやつなんて別に公教育で金必要、あの税金使う必要ないって僕はある、まあ、思ってることで、まあ、一橋大学はどうなるのかよく分かんないんですけど、でも一橋大学はでも最近そうじゃん、あの三玉地区の公務員養成学校に近いじゃん、感じなく最近な三玉地区はみんな入ってる、うん、公務員、まあ、いるでしょうけれどもね、そういう人も。だから和光大学で公民試験はあそこら辺の三玉地区で受けようとすると、大抵一橋大学のしか受からないって言われる。和光は全部落ちてるね。そうそう。で、思わず一橋大学ってそういうところに勤めるのかと僕がうちの奥さんに言ったら、いや、私も一橋大学落ちたと思ったねとか言ってたんですけど、やっぱり国立大学ってやっぱりその程度のもんじゃないかって気がだんだんこうしてきまして、なんか本当になんか概念不明なグローブ、どこにいるのかもどういう人間かわかんないグローバルエリートのためにみんなで教育を考えてこないという掛け声自体がナンセンスだと言ってしまってはいけないのかっていうことですね。でローカルを重視した学校制度についてなんですけど、小中高っていうのがやっぱり一体的でやっぱりそれぞれ独自性を持ってるんだろうっていうふうに思ってて、で、まあ、小中高小学校で共学であと総合性というふうに続けて、大体地域でだから小学校から高校まで行くという基本が、でそれでこうまああの先生高校にはこういう先生がいてさみたいな形でこう考えると、で7割ぐらいの子どもたちがまあ小学校共学総合性で生きて18歳までちゃんとした思春期を過ごして、まあ、大学行きたいなと行くと、で残り2割から3割ぐらいは勝手に競争してくれっていうので、あのダメなのかどうかっていうことですね。でここはちょっとまだあのものすごく経験に依拠した議論なので、あの議論もっともっと議論しなきゃいけないんですけども、あともう一つは高校と大学の間にある能力のことなんですけれども、実質的にはこれは壁として今機能してるわけですけども、で能力の内実っていうのは労働力政策と労働力政策あの2つ書いてある労働力政策の内容次第でいくらでも中身が変わってしまうというのが大学入学に求められている能力の意味合いなんだと思うんですよね。で仮に今東京都で労働規制を強化して福祉教育医療現場における労働を人間化して、つまり最低賃金制度も確立して労働時間制度もちゃんと規制して、でこれらの職業養成機能を強化すると4大で、つまり新しい都立大学を作って1万人ぐらいこういう職業に就くために必要な大学を作ると、で東京都で働く分にはこの労働ってのは非常に安定していると、
という状態を作った時に、じゃあ大学入学に求められている能力というのはどこまで下がるのかっていうことなんですよね。でもうんと下がると思って見てるんですよ。もう多分ほとんど高校でそれなりに真っ当にちゃんと勉強してればそこに行けてしまうような水準になると思うんですよね。だからあのここでの能力っていうのはあくまでも状況次第で、そんな絶対的な人間に育っている能力とか本質的にこうだとかっていうもんじゃ全然ないっていうところを考える必要があるんだろうと思うんですね。それはでもこれはもうあくまで僕はもう大学全入で考えるしかないっていう建前前提を立てているのでこういうふうに思うのかもしれないんですけど、とにかく ローカルを重視した学校制度ってのはどういう形をしているのかっていうと、もう一度みんなで考える必要があるということですね。であと次に学校制度にアクセスする権利の内実なんですけども、あの一応後ろの方にあの国際人権条約の権利条約と社会権利条約の写しを用意してきましたけど、一旦出来上がった学校制度に、まあ、子どもがアクセスする権利を持ってるんですけども、ここの内実体が何なのかってことをよく読んでみると、あの基本はですね、経済的事情によるアクセスの制限は許されないっていうのが国際人権の考え方なんですよね。で無償性がやっぱり原則なんですよ。 で暫定的措置として奨学金を入れるか、あるいは貧しい子どもの場合は18歳以降大学に行っちゃうと、あの働いてた場合に得られる収入を失うんですよね。だからそれを補うものとして実は奨学金があるというふうに考えるべきで、まあ、基本はとにかく経済的事情によるアクセスは制限が許されないというのが国際人権の建前なんですよね。だからやっぱりあの教育は権利だということになると思うんですよ。どこで生まれ育ってても手を挙げれば教育を受けられるというのは教育が権利だということの意味合いだというのがあの国際人権で考えていることで、で唯一経済的事情以外の理由を持つアクセスの制限が許されているのは能力、高等教育に限ってだけ能力で、中等教育における普通教育と職業教育があるというふうに書いてあるんですけども、能力に基づくトラッキング、あの不合格をですね、こう許容してないんですよね。で先ほど言ったようにここで言う能力っていうのはあくまでもこう状況によってですから、我々が政策の立て方によっては能力がいくらでも上下に行くわけだったり、あるいは考え方が変わる、中身が変わるんですよね。だから問題はここから後で、そのなぜじゃあ高等教育までも無償なのかっていうところが一つ大きなポイントになるんですよね。で高等教育っていうのはやっぱり特定の職業に就くために必要とされている専門的知識の基礎の習得の期間だというふうに僕は思うんですね。で一般教育は確かにあるんですけど、やっぱり4年間の教育の出口はやっぱり特定の職業に相当に特化してるっていうのが私の大学教育に関する理解なんですね。だとすると、それは給料という私的利益をもたらすものなので私費で賄えばよいのではないかって、こういう議論は必ず出てくるわけですよね。例えば山添君がロースクールに行ったってどうせ弁護士になって金稼ぐためだろうと、で弁護士になれば金稼げるんだからロースクールの授業料は自分で払えということになるんですよ。でにもかかわらず、これの議論があるにもかかわらず、なぜ本来山添氏は一橋大学ロースクールを授業料を納めなくて無償であるべきだったのかって、 ここがポイントなんですよ。でこれは医学部でもそうですし、何学部でも同じなんですよね。だからここの部分がやっぱり考える、もう一度考え直す必要があって、そうではないという考え方っていうのは、顧問なものは無償、どんなに交代しても応能負担と、でそれぞれの人に共通に必要なものっていうのは社会が生産した富をで賄うっていうのが考え方なんですけど、だからまず普通教育は無償なんですね。でところが国際条約で高等教育まで無償だっていうのは、この共通なものの範囲がやけにでかいんですよ。だから職業選択に必要とされている能力の基礎まで含めて共通なものなんです。そこが面白いところだと思うんですね、高等教育の無償性を考える上で。もともとだからなんとか子どもだけはなんとかしたいから、高等教育はなんとか自分のお金で賄わなきゃいけないっていう考え方自体が実はものすごく我々にとってはなんていうか漆黒になってて、ここの部分をみんなでこうどうやって考え直せるのかっていう、ここが結構大変なところだと思うんですよね。だからこれは医学部に行ってもロースクール行っても無償っていう、
だって特定の職業に就くのはみんなにと共通に必要なことじゃん。でその基礎知識は、専門的知識の基礎はやっぱり無償だよね。で社会全体で生み出した富でそれは賄おうっていう、こういうことがやっぱり社会権規約の13条の本来的な意味だと思うんですよね。でなので、まあ、でその上で最後学力の問題について大雑把な話をすると、で学校間の間に設けられたハードルを超えさせるための学力とは何なのか、まあ、もしかしたら学力かもしれない。でじゃあ学力っていうのはそういう形でしか形成できないのか、つまり次の段階でいいところに行かなきゃダメだから勉強しなさいっていう形でしか学力なるものは形成できないようなものなのか。だから我々がだから国連の勧告を受け取った時に最初に考えたのは、学力低下はどうやって防ぐんだろうっていうふうに最初考えちゃうわけですよね。競争がないとさ、思わずこう心の中に思ってしまうんだけど、でも学力ってそうじゃなきゃ形成できないのかっていうところが我々に問われてるわけですよね。でむしろ先ほど言った教育の権利、教育に関する権利の4つの層のうち教育における権利を充実させることによって学力が本当は向上するんじゃないかっていう考え方に聞かなきゃいけない。つまりクラスサイズとか教師の資格とか教師の労働時間とか持ち込み数とか研修などを向上させて、でさらに子どもの健康保険権と学習権を保障できるようにすれば学力が十分に保障されるし、本当はこれで学力が保障されなきゃいけなかったんだっていう考え方に転換しないとですね、ダメだと思うんですよね。でなので、で最後71にもそう書いてあるじゃんって言うんですけど、71ってのはこれクラップマンが賢かったんですかね、偶然なんですかね。この最終書籍6ページ8ページに書いてありますけど、学力的な優秀性と子ども中心の能力形成を結合すると、つまり学力的な優秀性をこれまで競争で確保してたんじゃないか、確保してたけど、そうじゃなくて子ども中心の能力形成という方向で確保してみたらどうかと。で本当はそれで学力ってのは保障できるんじゃないの。でそうすれば学校体系全体を非競争的に構成し直すことができるじゃないかっていうのが、多分ここで71条1項が言いたかったことじゃないかっていうことなんですね。だから、重要だというふうに思いました。でなので最後まとめの方に入ってきますけど、安倍教育再生に対抗するには3つぐらいのことが最低限必要だと思うんですね。で1つは公教育の目的は人材養成ではなくて人間形成だと。で圧倒的に多くの子どもが老化に育って生きるということに着目した学校体系をみんなで考えていく必要があるということが1つと、もう1つは高等教育までが無償であることの理由をもう一度考え直さないといけない。ここで経済的自己責任論を克服しなきゃいけないということですね。でうちの母親はうちの娘が生まれた時に郵便局の学資保険やるんですよね、あれなんか完全な自己責任論で、で僕はさすがにお金がなくてできなかったんですけど、その息子がそれをもらってあラッキーと思って公教育の無償性を実現するって本を書いてるって、なんともなんとも言えないアイロンにどう考えればいいんだっていうことなんですよね。だけど本当はそんなことはやっぱりおかしいっていう声を出さなきゃいけなかったのに、70年代中盤からずっとそれを出してないんですよ。で3番目は学力は競争を組織で向上させるのではなくて条件整備基準を向上させ、かつ子どもと教師の総合的な人間関係を組織で向上させるべきだし、向上するという考え方を確立しなきゃいけないっていうことだと思うんです。でなので対抗するために必要とされているものというのは、実は日本の市民社会が抱えてきた欠点というか難点というか暗い部分の全てを我々自身の手で直さなきゃいけないってことを意味していると思うんですよね。実は我々この3つの部分の多かれ少なかれどっかはどれかを多かれ少なかれ共有してるわけですよ。この教育はやっぱり自己責任だよねとか言って、まあ、おばあちゃんからもらった学資保険はもらわなくちゃとかですね、あるいは多分僕は新潟大学に行ってなかったらローカルに育つっていうことの意味合いなんて全く分かんなかったと思うんですよ。で圧倒的に多くの子どもたちはそうやって育ってきている中で
じゃあ、我々は何に責任を持つのかっていう考え方だって分かんなかったと思うんですよね。ではっきり言って勉強だってやっぱり競争があるからやるじゃんっていうのは内心どっかで思ってるわけですよね。でもそれも違うんだっていう。だから結構だから安倍教育再生に対抗しようと思うと自分の中にある結構薄暗い部分をちゃんとこう光当てて、やっぱり金がさくさと思わないとなかなか前に進まないんじゃないかと思うんですけど、大変だけれども実は面白いんじゃないかと。多分それぞれ3つが特にその何競争じゃない形で実現する学力とはどういう姿をしててどういうふうになるのかなっていうのは結構ロマンチックですよね、議論としては。あるいは高等教育の無償だっていい話ですよね。みんなで作った富をみんなに共通に必要とされているものに使おうとすればやっぱり特定の職業に就くところまでだと思います。そういう議論をこれから立てていかないと、まあ、なかなかこう対抗できないというふうに思うんですけど、まあ面白いんじゃないかと思います。でただ正直に白状すると3つの課題を担う運動がどういう人たちから構成されてどのような組織を取ってどのような活動をするかのイメージは正直に全くございません。全く分からない。今でもどこにこういうことの課題を担ってくれる人たちがこう塊としているのかは私自身ちょっとよくまだ分かってませんし、だからちょっとこうこの間はできるだけ運動の人と付き合ってどういう感じなのかなっていうことを今やってるということですね。でなので非常にちょっと大雑把な話にはなってしまったんですけど、教育再生を保守主義とか国家主義だけで捉えると必ず足を取られると。でしかも本当に新自由主義に対抗しようと思った場合には我々自身の足元を見直さないとダメだと。だから本当にここから後の何て言うんですかね、運動っていうのは我々を作り直すことも必要ですし、全体の運動の中でちゃんとこういうことを言えるかどうかというところが要になっていると思うんですね。だから僕の予想でいくと新自由主義は25年は続くので2000年から始まるとすると早く終わっても2025年で、あと少なくとも十何年間はぐちゃぐちゃとのたうち回らなきゃいけないというふうに思ってて、だからそう思えば、明日にこれ全部答え出せって言うとやんないけど、さらにこう積み重ねていけばいいんじゃないかなとか、積み重ねていきませんかっていう、そういう話になると思います。一応報告はこれで終わりにします。はい、どうもありがとうございました。